だっていうイメージので生きた私。一日が早かったし、すっごい眠い今。死にそう。今びっくりするぐらい眠たいの。やばい。久しぶりに働いたというか、久しぶりに動いたというか、眠たいわ。ひえさん、やっぱライブだな、それな。通度ヤッホー。動いてるよ。今日はもう元気ないけど。もうちょっともう無理、今日。今日の元気なくなってるけど、動いてはいるよ。チンタオ、ヤッホー。ホットさん、ライブ楽しかった、ありがとうございます。そう、チケット買ってくださった方はね、見てくれた方はアーカイブでも3日間残りますので、ぜひ見てください。たくさんの人がね、久しぶりのライブを見てくださって、とてもとても嬉しかったです。ありがとうございます。25分間のステージで5曲やったんですけど、楽しかった。楽しかった。ひたすらあっという間の25分間でしたね。すっごい、多分今すっごい本当に元気なくて頭回んない。いつもみたいに一人でさ、ペラペラ喋れないや。どうした、私頭が回らない。ゆうえくん、やっほー、ありがとうございます。くまさん、こんばんは。ゆうさん、生で聞けるのさらに待ち遠しく。そうですね、結構無観客ライブができること自体も嬉しいしね。この今の5人での曲の披露はワンマンのゴーマイウェイ以来、今日5曲やったやつ全部初披露だったので、結構昔から前から応援してくれてる人からが見るとやっぱ新鮮味とかもあって良かったんじゃないかなと思います。ともひろさん、こんばんは。全部含めて楽しかったよ、ありがとうございます。マットさん、夜ご飯食べたよ。食べましたけど。くまさん、会場で湧きたいね。そうね、ライブしたいね。タジオヤホー、控えめにって良きでした。なんで控えめに言うの。控えめに言わないで。はい、ほんと2ヶ月ぶりのライブハウスで楽しかった。ダメ、今日私ダメ、喋れない。喋るけど今日のゆりちゃん語彙死んでる。楽しかったしか言えない。なんかもうブログで書き終わった。ブログ更新したんだけど、ブログにいっぱい書いてるから、今日のライブの楽しかった以外の感想はちょっとそちらを見てください。ちょっと今日のゆりちゃんショールーム語彙が無理です、もう。ゆりさん、新面ちゃんも頑張ったね。私も頑張んなきゃな、やばいやばい。ねえ、みんな新面ちゃん思ったよりすごいかったとか、新面ちゃんでなんかここまでだとは思わなかったっていう意見をたくさん見たので、やばいなって私もやらんとなってね、なってる。頑張る。くまさん、久しぶりに話して楽しかった。そう、特典会もあってね、終わった後の特コーナーも結構コメントをライブのあの何配信にくれてる人もいて、ありがとうございました。立花めっちゃ声、こう自分の声でかすぎて大丈夫かなって不安に陥ったけどね。私の声しか聞こえねえけど、私声でかくないってちょっと不安に陥ったけどね。5秒ぐらい不安になって、まいっかーみたいな。楽天家だからさ、なんでもまいっかー、楽しかったらいっかーだから
ラジオさん語彙力ないです、今日もないです。堀田さんぜひブログの方で今日の感想はブログの方でお願いします。出し切ったトンヒラさん久々ライブだと自分が思ってるよりかな、スイッチ切れたって感じライブして特典会やって帰りにブログ書いて帰ってきてご飯食べてスイッチ切れたって感じヒエさん、エイちゃんもステージ引っ張ってた。そうかそうか、ちょっと頑張らんと私歌い出しは特に今日の歌い出し誰だっけ、はるちゃんかな、あれ今日1曲目ゴーアヘはるちゃんかな。でもほんと新メンバーの3人は歌唱力としてはとても上手な3人なので、ぜひねそこ注目してもらいたいなって思う。逆に3人のなんだ今までとは違うやっぱ大人の声だし歌い方も全然3人なりのうまさがあるから、それをみんなに知ってもらうためにはゆりちゃん声でかすぎんみたいなあ3人歌うまいからこそサビとかちょっと、ま、えゆりちゃん声でかい、うーんまあいっかみたいな悩むのよ、スイッチ切れたゆりちゃんはネガティブなの、楽しけりゃいいけどネガティブなの、イエーイタジオ歌い出しは、あ、読んだわ、ゆりちゃんがね楽しかったから良きです、楽しかったよくまさん、ゆりちゃんとみーたん安定感抜群、本当。でも私もさ、みーたんは結構さ、まあ私たちは何回もライブしてきてるしカメラ慣れしてるしって言ってたけど、私結構バチクソに緊張してたのいやライブ慣れはしてるし安定感もなくはないけど、やっぱ無観客って私初だし、今のメンバーでの25分ってやっぱ初めてだから、3人が初めてのライブなのと一緒で、私もこのメンバーでステージに立つ25分間もステージに立つのも無観客で、目の前にお客さんがいなくてカメラの向こうにいるっていうのも初だったから、結構緊張るって感じゆいちゃん結構今日緊張るだったよって感じ、ドキドキしたの大丈夫かなみたいなドキドキしたん。たしゃベッドね、最後のベッドはね歌ったね歌ったね、ベッドの私の一番いいとこドア玉歌い終わってから基本端っこにいます。ゆうちゃんね衣装白いけど意外とセンターにいないの笑うよ、ちょっと今後の無観客ライブとかでちょっと注目してみ、ゆりちゃん衣装一、ま、人白いボスだけど意外とセンターいないから笑った。ゆうさん配信だと声量結構ほんとでかすぎん、マジちょっと特注不安だったわ結構前に昔に私とみーたんやっぱ前から声でかいから他のメンバーに乗せるためにちょっとマイクを離して歌ってくださいとか、まあそれはほんとめっちゃ昔だけど、めっちゃ昔に言われたことがあって、それをふと思い出して、あ、ちょっとマイク離してみようかなみたいな配信ってなるとやっぱね普段のライブよりいろんなこと考えちゃったかも、楽しかったしもう超楽しかったんだけどいろんなこと考えちゃったわーってわーって、く
島さんゴアヘイよかったを嬉しいです。ともひろさん今日改めてみんながステージ楽しんでるの見るの好きだなと思ったを嬉しいね。ブログにも書いたけどめっちゃ緊張してた。はるちゃんとさきちとりんごがステージ上でめちゃ楽しそうだったのが見れて、私はゆりちゃんおばさんは嬉しかったですね。ふとちょっと顔見合わせるところとかでパッて見ると、あすごい、やっぱリハの時はさ、リハとかはやっぱ緊張もするだろうし、リハから緊張してたし、みんななんか作ってたっていう笑顔が、あステージ上ではやっぱり楽しそうだな、アイドル楽しんでるな、よかったってゆりちゃんおばさんはちょっとそこは嬉しかったなってゆりちゃんおばさん嬉しかったです。みんなが楽しい、メンバーが楽しんでるのも見れたのがゆりちゃんおばさんはちょっと今日の嬉しいポイントでしたね。ファンの人も楽しかったって言ってくれるし、私も楽しかったけど、新名の3人がねやっぱ1曲だけ、前の2ヶ月前のワンマンで1曲だけ披露して、1曲でも楽しかったとは思うけど、やっぱりライブの楽しさをこう分かってて、うん、分かってくれたというか実感してもらえたかなって。これに多分お客さんがいたらもっと楽しい世界が広がると思うから、ゆりちゃんおばさんは3人にもっと新しい景色楽しいんでもらいたいな、ゆりちゃんおばさんくまさん緊張見ててなんとなく分かったね。ね、もうちょっと頑張ろうゆりちゃんおばさんもうちょっと頑張るわ。くまさん落ちたびね、サビも数曲歌わせていただくようになって、ゆりちゃんおばさん頑張るゆりちゃんおばさん頑張るね。ラジオ新面のパフォ何点ぐらい、何点、でもさ事実言うとさ、ライブ中見えねえんだわな他のメンバーのさ、マジすげえ間違いもしてないし、みんな立ち位置忘れちゃったとかすげえ間違いも多分私の視界の中ではしてなかったと思うし、なんか点数のつけようがないなって感じ見てない。楽しそうな顔はちょいちょいね、やっぱ無観客だからこそ、お客さんばっかりじゃなくてメンバーがソロで歌ってるメンバーの顔をチラッて見たりとかして楽しそうな顔が見えたから、すごい点数はつけれない、つけわからない、つけれないというかタジオユリツのユリちゃんおばさん、ユリちゃんおばさんですね。えマジ保護者って感じ、保護者って感じなんだけど、なんか思っちゃったあー楽しそうでよかったって、めっちゃマジで始まる前とかなんか転換の時間とか前のアイドルさんのトークの時間とかに、やっぱ普段のライブって前のアイドルさん終わったらすぐ SE が流れて、だから結構勢いでいけるところあるんだけど、緊張しててもやっぱ時間があればあるほど緊張って募っていくから、私もそんなさ、もう私もどうしようとか言えないし、3人がめちゃめちゃ緊張してる中、まあ可愛く楽しもうやしか言えなかったけど、ちょっと心配だったの、大丈夫楽しめるかなみたいな、楽しんでてよかったなっておばちゃん思った本当誰って感じなんだけど、本当に思ったの、あー楽しそうだなっておばちゃん思っちゃったの。何なんだろうね、おばちゃんなんだよ多分本当に誰って感じ自分。くまさん新面お客さんいたらもっと緊張するんじゃない、どうなんだろう、でもお客さんいるとさ多分もっと楽しいし、もっとテンションも上がるし、出る時はもっと
なんか出る時の緊張度はすごいかもしれないけど、無観客よりはステージに出てからのこんなに楽しいんだっていうのはやっぱお客さんがいる方が分かってもらえると思うから、早く普通のライブがしたいです。無観客だとね、やっぱねちょっとやっぱ慣れてないと目線の行き方とかちょっとおどおどしてるのもさ、映像だったらバレちゃうから頑張んなきゃって気張るだろうけど、もうお客さんがいたらやっぱね、テンションは上がるもんですよ。コールとかも聞こえて、自分の名前のコールが聞こえたら嬉しいし、それでまた楽しそうな顔してくれたらおばちゃんは嬉しいです。イエーイ。おばちゃん、おばちゃん最年少って名乗る、最年少おばちゃんになろうかも。最年少ボスじゃなくて最年少おばちゃんじゃん。もう目線ボスとかリーダーじゃなくておばちゃんじゃん、マジ。もう何、ゆりちゃんおばちゃんです。タジオまだ映像としたそう、まだ見てなくて、マネージャーさんが撮ってくれたやつを携帯に入れようと思ったら、で重量がなくて、確認用動画後で送ってくださいって言って、多分今日か明日には来ると思うんで、それを見るのも楽しみですね。自分で、私自分の映像を見るのすごい好きだから、見返す復習とかで見るもあるし、単純におばちゃん自分の動画見るの大好きだから早くライブが見たいですね。自分のお父さん、おばあちゃんじゃない、おばちゃんぐらい、おばあちゃん、おばあちゃんほど全部を包み込んではあげれないから、私はおばあちゃんみたいに用意してんのよかったねと言ってられないから、おばちゃんぐらいの立場で、おば、キュイおば、ゆいちゃんおばさんめっちゃいい感じにリーダー目線、リーダーなのこれ、おばさん、おばちゃんって感じじゃない、親戚のさおばちゃんみたいな、仲いいおばちゃんみたいな、仲いいおばちゃん、お母さんの兄弟のもうなんかおばさんじゃなくてゆりちゃんって呼んじゃうくらいのおばちゃんみたいなゆりちゃんおばちゃんです。くまさんコールで名前やったらやっぱテンション上がる、上がるよ、上がるけど、くまさんは何、コールで名前を呼ばれたことあるの、くまさんって、なんで分かってんの。早くね、新メンちゃんたちにね、もっと楽しいことを知ってもらいたいでございますね。もっと楽しいんだぜっつって、めちゃめちゃ楽しいんだぜっつって大きいステージって楽しいんだぜ、お客さん来てくれるって嬉しいんだぜって、新曲披露する時のドキドキって気持ちいいんだぜみたいな、イエーイ。私の瀬戸里の相談はもう新メンも勝手に私とミーターで決めてるわけではないよ。組み合わせ順番とかは私が考えましたけど、今回は何やるっていうのはやっぱいろいろ振り入れしてきた中で本人たちの自信があって、本人たちも楽しく好きで楽しく歌って踊れるやつっていうので相談して決めてます。ともひろさん、ほんと早くフロアからコール届けたいね、早く聞かせてあげて。ワンマン時はね、みんな名前わかんなかったけどからさ、多分楽しいのは伝わっただろうけど、やっぱ自分の名前呼ばれるっていう楽しさをね、早くね教えてあげたいおばちゃんでした。夫さん、現場でちゃんとお客さんがライブ、うん、そうね。ほうきちこんばんは、やっほー。ねえ、ライブって楽しいんだぜって、さっきから同じことしか言ってないけど、私おばちゃんさっきから同じことしか言わないおばちゃんだけど、楽しか、でも今日も本当に久しぶりにステージに立ってたっていうことが、自分はね、そうおばちゃんとかなく、立花ゆりちゃん的には
立花ゆりちゃん個人的にはメンバーのこととか全部置いといて、私個人としてはやっぱりステージで立って踊れたのが久々、2ヶ月ぶり、2ヶ月ステージに立たなかったことなんてアイドルになってからないし、お客さんいないとはいえこう伝えられるライブをしてるなぁ、アイドルだなぁってなって楽しかったです。やっぱライブっていいなって思いました。ゆいさん特典会でも早く直に会って話したいね。ねえねえ多少無観客とはいえまたこういう機会ね、これからね無観客でもライブの機会が多分増える、またできると思うので、その時は楽しみにしててください。私たちまだやってない曲あります踊れるようになったけなってて披露してない曲まだ何曲かありますので、まだまだこれから乞うご期待ですよ。ほうきち画面越しだけどツンクできた、よかったです、よかったよかった、ツンクツンクツンク。中さんこんばんは、やっほー。ゆりちゃんおばちゃんね、もうねかわいい新メンちゃん3人がもうかわいい、あーなんかういういしいなーって、曇りなき眼でさ、曇りのない目でさ、緊張するよー、どうしよう死んじゃうよーって言っててさ、ステージでは笑顔でさ、終わった後もニコニコしててさ、かわいいおばちゃんにはそんな時代あったかしらって、全然楽しいし 目が曇ってるわけではないんだけど、いいねって、若い、若くない、 若いのは私の方が少しだけ若いんですけど、ういういしさがいいなってなった、ういういし。みんなタジオ万歳の観客は昨日おとといやってダメダメだったみたいだから、今日の画質含めたダメダメなことが起きちゃったのね。今回はね本当対バンに呼んでいただいて出演させていただきましたのでね、全て配信に関することは主催さんがやってくださって感謝ですね。声かけてくださったことにも感謝だし、やっぱさ今までのさ今日とかやっぱよく一緒になる方がたくさんいて、そんな中でさ、いや新メンバーになっても新体制になってもキュインズを呼んでくれるっていうのも嬉しい限りだなと思っております。体重ちょっと固まるくらいならあんま気にならん。そう、そのさお客さんが見てる映像も見てみたいわ。私結構アップにしたり抜きがあったり良かったよってマネージャーさんも言ってくれたから、そっちも見てみたいものね。ゆうくんそう若い、若いね、綺麗綺麗な目ねってもうおばあちゃんだよ、綺麗な目をしてるのねって、なんかもう楽しいことしか見せたくない楽しいことしか見せたくない。3人とも本当あんまりアイドルとか知らない、詳しくないし知らないっていう子たちだからこそ、アイドルって楽しいんだよって、こんなに可愛くてキラキラしててアイドルっていいんだよって、楽しいことを見て経験して楽しいことだけで胸をいっぱいにしてほしい。おばあちゃん頑張るねおばあちゃんになった、もうおばあちゃん頑張るねちょっと
頑張ります私。もうちょっと力抜いていいんだよって誰かに言われたけど、ボスとして力みすぎじゃないみたいな誰かに言われたけど、ちょっとおばあちゃんそういうの無理なんで、おばあちゃん頑張るしか能ないんで、頑張るねっつってねえ。ゆいちゃん本当におばあちゃんよ。タジオ全然一緒。そう、次回もまたなんかライブできたら早くライブしたいね。みんなもうみんなすごいのよ、踊れるのよ。キュインズの曲をみんなが好きなさ、キュインズの曲をさ頑張って覚えてくれてるもん。見てあげて、見せてあげて見せてあげたい。くー、ゆいさんアイドルはステージで輝いてこそ。ほんとよ、ステージの上ほどアイドルにとって特別な場所ないよって思う。私やっぱ女優さんとかタレントさんとかいろんな芸能界の仕事がある中で、アイドルが一番輝くのってやっぱステージじゃない？ライブっていうものも楽しいけど、やっぱステージの上で楽しそうに可愛く笑顔で歌って踊ってるのが一番だよ。アイドルは本当におばあちゃん泣きそうもん泣かないけど泣かないけど、おばあちゃん泣いちゃう、こんな話してたら。もうステージの上でキラキラさせてあげたいみんなを。はあ、タジオ孫に宛てた手紙。ねえほんとよ、おばあちゃんどうしたんだろうね今日。帰って気抜けてスイッチ切れた瞬間にもなんかおばあちゃんですゆうくん僕のアカウントとパスワードを DM するから大丈夫、なんとかあのちゃんとした手段で見れたら見たい。ゆうさん、そうおばあちゃんにねランクアップしちゃった。さっきはまあもうあんたたちすごいわ、楽しそうでいいわねっていうタイプのおばちゃんだったのが、今もうおばあちゃんなんかあったら言いなさいよって本当思う、本当思う。迷惑とか考えず、なんか何でもいいから何かあったら言いなさいよって。年齢は一番若いけどアイドルだってあなた5年もやってきてるし、困ったこととか分かんないこととか嫌なことあったら言いなさいよっていうお気持ちねえ。どうしたのおばあちゃん、元気だよ。くん、ゆいちゃんおばあちゃんそのうち悟りは開けないよ、そこまでちゃんとした人間じゃないからそこまでの真人間じゃないから、そんな素晴らしい人間にはちょっとなれないから。世界の平和を願ってますけど願えませんから矛盾、世界の平和を願ってますけど、でも私にそんな力はないんで、身近なメンバーや家族の幸せを願って生きてます。イエーイ。タジオ誰が一番緊張してそう。みんな緊張してたよ。はるちゃんはねすごい口にね、あーとかどうしよう、もうどうしよう、緊張するとか、あーって言ってて、なんか見るからにって感じ、緊張がたこう出てて、赤りんごはりんごはねステージに一番最初に出る人だったの、立ち位置ゴアヘッドだから立ち位置的に一番奥だから、赤りんごからステージに出ていく順番で、まあ、ワンマンの時もそうだったんだけど、から赤リンゴはあんまりそのめっちゃどうしよう緊張するって笑顔言ってるはいるんだけど、やっぱ笑顔でなんかやっぱちょっと緊張してんなこの人って、自分この多分赤リンゴは自分で思ってる以上に緊張してんだろうなっていうのが分かったし、さきなちゃんはねなんかミーターとイチャイチャしてた、密だった
多分緊張をねみーたんにこう何ぶつけてたんだと思うんだけど、みんなおのおのねめちゃめちゃ緊張してたよ。いいねいいね、初めてっていいね、良いね。お母さんちゃんちょっとそんな悟り開けるほどのちゃんとした人間じゃないから。私それぞれね、みんな結構緊張の仕方はねそれぞれだった背中叩いてくださいみたいな言われて、あとはいみたいな叩いてあげて、結構ね背中叩くとね痛いけどちょっと頑張ろうってスッてなれるからね。もうはるちゃんとか物騒なことしか口にしないから、あもうどうしよう死んじゃうって言うから、もう生きてしか言わない、大丈夫だよ大丈夫だよとか言えないでも、生きてください楽しみましょう生きてくださいしか言わなかった。だって私も緊張してたんだよ新面ちゃんも緊張してるけど、ゆりちゃんも緊張してたんだよ。するよゆりちゃんだって、ゆりちゃんおばあちゃんだって緊張します。チョコちゃんやっほーこんばんは。タジオが私の代わりに悟りを開いてくれる、ありがとうお願いします。本当にねゆりちゃんおばあちゃん新面ちゃんをこれからもっと楽しい思いさせてあげられるように頑張る絶対ねお客さんいるライブも広いステージのライブも楽しいことしか待ってないから、これからそれ以外の楽しくないことなんかはなんかどうしようね。ゆりちゃんが受けても楽しくないこともないしな別に練習がきついっていうのはそれで多分嫌になるような、練習とかゆりちゃんが厳しいからもう嫌ですってなるようなタイプの子たちじゃないから、ちょっときつく言っちゃっても私ができてないんでって言ってやってくれる子たちだから、楽しいことをたくさん経験してアイドルを好きになってほしいですね、みんなに。おばあちゃん頑張るともひろさん、そうなんかイチャイチャとかすごい毛布あなんかすごいね、なんかパッて見たらイチャイチャしてためっちゃくっついてんじゃんみたいな、緊張してんだろうなって、みんなすごい緊張してんだろうなって。ゆりさんこれからグループとしてどう育っていくのかね。ね、ほんとよ。でもなんかほんと楽しいことをたくさんしてほしいな、おばあちゃんは一応おばあちゃんみんなに楽しい思いしてほしいな。困ったことやどうしたらいいかわからないことはちょっと全部相談してもらって、まあね一応年齢をみんな感じてるわけではないけど、おばあちゃん結構気にしいだからもう生きよ強く生きよ。ゆりくん背中叩いてもらえる剣物販で売りません、背中ぐらいはいつでも叩きますよおばあちゃん。お父さんおばあちゃん頑張ります。ラジオライブ復活したら久しぶりだし改めて親睦を深めましょう、深いしよう。確かに確かに確かに、私本当に解雇中だからさ、昔のキュンズの動画とかさ、まあ、最近毎日見てはやばい朝だってなる日を連日迎えてるんですよ。まあ飽きねえんだわ毎日昔のキュンズの動画とか見てて、で昨日のつい昨日私たち前のキュンズの5人が5人で初めてご飯に行った日の写真が出てきて、そういえば私たち出会ってからもうこんな自粛期間にすぐ入っちゃって5人でご飯にも行ってないし、5人の中での親睦ってそう
もうもっと仲良くなりたい、なりたいなっておばあちゃんの願望、みんなでご飯行きたい、イエーイ。チコちゃんファンのみんなが待ってるわよね。ほんと、もうお客さんがいるライブの楽しさもね、自分の名前を呼んでもらう楽しさもね、全部これから楽しいことしかないんだから、みんなで楽しい景色見せてあげよ。おばあちゃん頑張っちゃう、よっこいしょ。タジオ険しい大丈夫だよ多分大丈夫だよ多分。というわけで、そろそろおばあちゃんブツブツ語るの終わろうと思いますマジ今日の配信やばくない？鬼ネガティブからさ、おばちゃんになってさ、おばあちゃんにまでメガ進化しました今日のゆりちゃん。ちょっとこれからボスっていうか、もうおばあちゃん頑張ります、頑張って生きていきます。というわけで、本日は無観客ライブでした。見てくださった皆様本当にありがとうございました。あのね、また多分無観客ライブこれからできる機会が増えていくと思いますので、その際はまたね見てください。よろしくお願いします。イエーイ寝まーすおやすみなさい、ありがとうございました。みーたん、みーたんおるやん、おばあです、イエーイ。おばあ頑張ります、ありがとうございました。